石焼き芋さん4本目の返信動画になります。とか塾のくんでございます。まあ YouTube ではなくて FX に行くっていうのもね、悪くはないですよね。で FX の、まあ、勉強動画とか相場解説動画っていうのを上げていけば FX をやりながら YouTube もできるかなと思いますけども、結局ね、目的がどこにあるのかってことなんですよ。多くの方が手段が目的になってしまうんですよね。あの YouTube が大好きで YouTube の量産ができればいいんだっていうことでしたら YouTube をやればいいと思うんですけども、いや一人で稼いでいきたいんだっていうことでしたら YouTube の作り方そのものを変えていくというかね、多くの方から支持されるような YouTube にしていかなければなりませんし、再生数とかチャンネル登録者数が増えていくのを喜べるようなマインドセットでないとやっぱりね、向かないってことになってしまうかなと思います。で FX なんですけども、 FX は暗記さえすればまあ大体勝てます、はっきり言って。でもほとんどの人は暗記ができないんですよ。暗記をする意欲がないんですよ。稼ぎたいと思うけど FX をやりたいと思わないからなんですよね。要するに FX は手段であり目的ではないから、ものすごくねやる気がなえるんですよ。で FX が楽しい、 YouTube のアップロードするぐらい楽しいと思えたら実力がついていきますけども、さあ FX の暗記とかね、実践ってのは苦痛に感じるのか喜びに感じるのか、ここが問題ですよね。まああの FX もトライしていっていただければいいんではないかなと思います。そしてある意味 YouTube ってのは投資です。どのぐらいやったらどのぐらいのリターンがあるかわからないという不確定要素に向かってトライする投資です。そしていろんな学びを、まあ、加えれば加えるほどブレイクする可能性が高いというね、そういうふうな投資です。それが YouTube だと思います。 FX はやってもやっても同じですね。 FX も学べば学ぶほど勝てる可能性が高くなってきます。だからどちらに労力を割くかっていうことになると思いますけどもね、より自分の興味深い方を興味深い時期にやればいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。